えー、今ですね、今井正人議員と、それからあの、安倍首相の国会の、えー、衆議院の予算委員会ですね、それの答弁を見てて、えー、安倍晋三桜の、えー、桜を見る会に出席するそのツアーの主催者が、えー、どこであるかっていう話をね、あの、今ちょうどテレビでそこ国会中継でやってるんですよ。で、私今その国会中継のテレビを見てる途中なんですけど、 ま、なんか喋ってますけどね。あの、そのツアーの主催は、安倍晋三講演会なんですよねって、その今井議員が言ってるんです。で、それに対して安倍首相は、えー、そのツアーの主催は旅行代理店でありますと言ってるんですね。で、あの、まあ、その桜を見る会のそれが良かったのか悪かったのかとか、そういう話をしてるんじゃないんですけど、これはね、安倍首相の言ってることの方が私は正しいと思うんですよ。というのは、あの、旅行代理店っていう言葉が一般的に使われていってね、えー、この今井議員は、旅行代理店っていうのはあくまで代理業者、ただのエージェントなんでしょ。ただのエー エージェントが。 あの、主催してるなんて言えないじゃないですかっていうことを言ってんですけど、えー、それはね、違います。あの、これは募集型企画旅行か受注型企画旅行か、まあ、どっちかの類型になるはずなんですが、えー、企画旅行を実施しているのは旅行業者であります。そもそも、えー、旅行代理店なんていう言葉はね、あの、法的には存在しないし、それはあの、知識のない一般の募集型企画旅行と呼ばれるツアー参加者に対して、えー、旅行会社が説明しやすくするために旅行代理店と呼んでいるだけです。旅行代理店なんて言葉はね、存在しない。それをこの今井正 議員は、えー、代理店という名前がついてるんだから、あの代理してるそこがあの主催なわけないじゃないかとか言ってるんですが、あのー、これはちょっと、えーまあ、必要であれば勉強するか、もしくは、えー、旅行業界について認識のある人が、この話を片付けて、さらに先の、えー、審議を進めてもらいたいなと、とても思いました。以上終わり